今回はスーパーで試食を食べまくって出禁になった。ニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y 34歳。スーパーで試食を食べまくって出禁に、スーパーを出禁になったんだが、これって普通にあるのか？教えてくれメンス。反応ないからってちょいちょい書き込むな。スーパーを出禁というパワーワード。読み間違えてスーパーを出禁じゃなくてスーパー出禁だと思った。何それかっこいい。またニートが出禁になったのか。前にねカフェを出禁になった奴がいたが。実家を出禁になったワイが最強。それは追い出されただけだろ。スーパーの試食に何度か通ってたんだけどさ。今回、食べ過ぎたみたいで追い出された。試食って誰でも食べていいんだろ。それなのになんで出禁なんだよ。たくさん食べたからだろ。まっまに作ってもらえよ。一回食べただけか？どうせ何度も食べたんだろ。いつもは試食コーナーに何人かの人が集まるんだけどさ、雨だからかスーパー内に人がまばらでおばちゃんが頑張って試食をさばいてたんだよ。だからワイが手伝おうと思って試食を食い尽くしたら追い出されたんを。そりゃお前が悪い。家で食べればいいだろがまるじ。家では普通に食べてるけどそれではお腹が空くんだよ。カップ麺を買ったりはしてるけどお小遣いが少ないから月の後半になると何も買えなくなるし、お腹空いたってマッマに行っても一日中ダラダラしてるだけだし、これ以上太らない方がいいとか言って何も作ってくれないんを。3食は作ってくれてるんだろ。それで十分じゃないのか。マッマが正論。3食食べてれば丸にはしないよ。いくら空いてたからって試食を食い尽くすのはダメだろ。焼いてる匂いが遠くからもしてめちゃくちゃ美味しそうだったんだよ。それにワイがコーナーに行くまでずっと頑張って客を呼んでたんだぞ。誰も試食コーナーに行く様子がなかったし、ワイが食べ尽くした方がお仕事が終わって助かるんやないのか。それはお前がそう思っただけだろ。一致の感想ですよね。一致が金を持ってて試食した結果、買って帰るならいいけどカップ麺も買えないニートだもんな。日雇いでもいいから働けばカップ麺も買えるし、試食で売ってるようなものも買えるぞ。きっと一致は今までもスーパーをうろうろしてて迷惑かけてたんだと思う。そんな状態で試食品を食い漁ったから出禁になっただけじゃね。あ、ありそうだな。いつもはただスーパーの中をうろうろしてるだけだぞ。今回の件以外に出禁になりそうなことはしてないけどな。本当にか？何か一つくらいあるんじゃないのか。どうせ身に覚えがないだけだろ。っていうか普段は買い物予定もないスーパーで何してんの？普段は家の中にずっといるとマッマが働けとか勉強しろとか言われるから当てもなくフラフラしてる感じだな。新商品が入ってるかチェックしたり、とにかく暇つぶししてただけなんだが、あ、でも雑誌コーナーの紐がついてない本はパラパラ読んでたりしたかも。その時は注意されてないけどな。試食品も本もだけど買う意思がない奴が触ったり食べたりは迷惑でしかないんだよな。試食品を食べあさってる一致がこじきみたいで気持ち悪かったんだろ。スーパーの評判も下がるかもしれないし判断は間違ってないと思う。ワイでも速攻で出禁にするわ。試食って普通食べても一口か二口かだよな。お前には常識がないのか。もう10年以上ニートしてるんだけどさ、だんだんと楽しみがなくなってくるんだよな。それこそお前らとレッシャーくらいしかやることがないし、スーパーはなんか音楽がかかってたりするし涼しいし暖かいし暇な時とお腹空いた時はちょうどよかったんだよ。マッマが家でダラダラさせてくれてればこんなことしなかったのにな。それからおやつくらい買ってくれてもいいだろ。ワイでも速攻で出禁にするわ。試食って普通食べても一口か二口かだよな。お前には常識がないのか。マッマのせいにするなよ。こういう生き物ってなんで全部親のせいにするんだ。お前、34歳なんだよな。ワイがニートになったのはマッマとパッパのせいだと思ってる。大学に入ってからだんだんニート生活になって今に至るんだけどさ。一人暮らしだからって勉強サボってたのに気づかずに仕送りしてたのはあの二人やで。大学をサボるかどうかなんて自己責任だろ。そこまで親のせいにすんの？確かに一気に大学は必要なかったな。高卒で働かせればよかった。親が監視して大学を卒業させてても遅かれ早かれこうなってたと思うけど。打席がひどすぎて草。実際、大部分のニートは親のせいじゃないのか？ワイだって別に子供の頃からニート志望だったわけじゃないんや。とアホが言っております。もし今後マッマにスーパーに買い物を頼まれたりしたら一致はどうする気やろ。マッマの手伝いをしたことはないから大丈夫や。自分の買い物をするときに、普通は何かないとか聞くんやで。マジでクズだなこいつ。もうそのまま引きこもってろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートなんだけど原付で日本一周したら何か得られるかな。誰もしたことがない経験をしたい。やってみたら？金とコミュ力が必要やけど大丈夫か？金は少しある。いくらぐらい？半年で貯めた約150万。先月まででバイトで貯めた約150マスあるけど余裕かな。北海道に行きたい。日本を横断したいな。時期が悪いぞ。もう北海道は雪降ってるんかな。誰がガソリン代出すんだよ。もちろんは嫌で。多分何にも得られない。
それが現実なのかもね。埼玉から東京で脱落する。日本一周したという経験。とりあえずやってみることが大事だ。もし何も得られなくても、何も得られないことが分かったという経験を得られるんだ。逃亡犯の逃亡ルートやコミュニティを知ることができる。そんなことで人生変わるならお前はすでにもっといい人生を送ってるわ。さっさとハロワ行ってこい。丸沼で働くことの何がいいのかわからない。若いうちにいろいろ経験したい。体力つくぞ。原付って所詮は原動機付き自転車だからな。日常の自転車移動で行こうと思える距離を超えての移動は苦行でしかない。日本一周も世界一周もやってる人山ほどいるぞ。これ大体のことはすでに誰かがやっとるわ。チャリでもおるんやから原付きなんかいくらでもおるやろ。ワイもニートやで。俺も株でのんびり日本一周してみたい。自転車でしとるやつもおるのに何言っとんねん。どうせニートや人ほで日本地図作ろうや。そんなことするよりハローワーク行った方が得られるものは大きいと思うぞ。おとなしく18切符で行った方が楽しいから。人との出会いとかもあるぞ。出会いはええねん。普段見ない世界を体験したい。今回は西日本編、ここ京都をスタートいたしまして、鹿児島の佐多岬まで。夏にしときゃええのに。火種見の能力が必要。やってる人はいるけど多くはないやろ。1000人いて1人、2人くらいでしょ。それなら世界一周してこいよ。砂利にしろ。原付きじゃ得られるものはない。足が丸ぬやろ。ガソリンスタンドのレシート。逃亡犯、日本縦断中。そこまでやったら人変わるな。すげえぞ。この労力で働いた方が良かったって思えるで。働いていられるものって金と少ない経験値だけやろ。あんまいいと思わんな。150あるなら海外行けばええのに。日本一周とかやってみたいけど結局得るものとかね、時間で天秤にかけたらツアーとかの方がコスパ高いからやってない。半年で150万貯められるやつならすぐにニート辞められるやろ。原付の面倒なところはエンジンが行くとこや、途中で直せる技量があれば行けばええんちゃう。応援するで。あとコミュ力もつくな。ハロは行った方が得られるものが、に増えた。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。親に15万渡すから一人暮らししろって言われた。15万で部屋なんて借りれるのか？借りれるよ。借りるのはできそうやけど家具家電揃えるのが無理そう。家具付き物件。ちな大阪。羨ましいけど敷金礼金あるから部屋借りれんな。生ポもらえるってさ。あとなんぼ必要なんや？借りられるだぞ。敷金礼金なしのとこやな。毎月15万もらえるんか？15万で縁切るってことや。さ、働けばええやろ。ワイニーとあさってから初仕事で震えとる模様。少ないよな。スーパーの弁当食えば冷蔵庫いらんやろ。毎月15万で敷金礼金払ってくれるならありだな。期間工でもやれよ。バイトから始めてみようと思う。いや暮らせへんぞガチランと。まだ絞り取ったる後いくらいるんや。家賃5万、食費2万、ガス電気水道代1万、スマホなど通信料1万、雑費1万。毎月これくらいやろ。そんなええとこ住む必要ないやろ。大阪の家賃の相場がわからんわ。クソ田舎なら2万3万で全然いける。ごねたらもうちょいもらえるやろ。退路塞がれてるやん。住み込みで働いたらええやんけ。50ないと無理やろ。15万を借りに毎月のお布施としても家賃で半分近く消えるのがな。相当しっぴ切り詰めない限り無理だぞ。ワイニート脱出時手取り15万だったが普通に東京で暮らせてたぞ。金銭感覚狂いすぎちゃうか。とりあえずスロットで増やそう。30万借金してからやってない。冷蔵庫と炊飯器と洗濯機と電子レンジでいくらぐらいやろ。働けばあか。用のある仕事探して100万貯めてからの方がいいだろ。とりあえず競馬で倍にするか。一致もアホそうだけど親もかなりのが丸字の可能性が高いぞこれ。金銭感覚が狂ってるとしか思えん。親が外だから子も外なんだろ。ニートに理屈は通用せんから。まあ手取り10万ちょっとでも一人暮らししてるやつだっておるし、バイトでもしてやっていけや。仕事始めてから一人立ちせよ。しんどいぞ。生活費ってどれくらいかかるんや。初期費用15万はかなりきつい。150万ぐらいは請求できるやろ。ボンディーがあるが20万とかで上京してるから余裕やろ。割ときつい。どうせ職も貯金もないんやろ。15万じゃ何もできん。馬で10倍にしてこい。言うてはい手取り17万の底辺は一人暮らししてるで。そっから2万引くだけだし、なんとかなるやろ。多分家賃3万のとこに住んでも敷金礼金保険とかで8万は行く。ガツの食費3万だとしてすぐ就職できないと積むね。家賃は限界まで下げるつもり。業務用のところで働けばええ。2年引きニートには厳しい。そんなこと言ってたらどんどん厳しくなってくるで。逆にママに一人暮らしもらった方がいいんじゃね。ママに言ってみなよ。ワイがこの家を守っていこうと思います。親としては荒用事のつもりなんちゃうか。バイト今までしてないことに驚き。家具家電どうやって揃えんねん。寝具すらないんやろ。ワイはクズの父親に20万で出て行ってもらった。不動産に行って聞けばええんか。大家は職がない人間には貸さないぞ。
最低でも1000万通帳にあれば別だが保証会社とかつくけど。無理ゲーやん。さすがに初回費は払ってくれて別で15万やろ。親がマジで15万で一人暮らし開始できると思ってるならそいつらは子供部屋おじさんおばさんだよ。今まで養ってもらってんだから15万もくれればいい方だろバーカ。いや、無理なもんはできんでしょ。できんものをやらせようとしても戻ってくるか人様に迷惑かけるだけやん。本気で一人暮らしさせようと思ってるならその辺はちゃんとしとかんと落ち度を作ったら言い訳をされるやん。そもそもニート自体その辺の無理を通してきた人間やのにその理屈は通じんわ。無職保証人なしでも家借りられるんか。15万か。家賃を6万として残り9万、電気水道光熱費2万、飯に2万、スマホに 0.5 万。まあまあいけそうやな。病気の時は親に泣きつくとして。寮アルバイト探してそこ行けばええやん。寮アルバイトなんて大抵ろくなとこなさそうだけど。まあそもそもろくな人間でもないからそこはしゃあない。家具家電一式と揃えて初期費用払ったら50万ぐらいになった気がする。期間工やれや。賃貸の初期費用は家賃4ヶ月分くらいで考えとけ。それプラス家具代な。住み込み以外ありえんな。しばらくは寝カフェ生活か。中途半端に金持たせず無一文で西成とかに放り投げた方がまともになりそう。Y 大学進学で東京引っ越したけど余裕で15万以上かかったぞ。シーズンはとんでもない価格になるものなんや。15万じゃ引っ越し費用にもならんやろ。15万が毎月か一度かにもよるよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。生活保護もらってゲームばっかやってる、うらやま？楽しくなさそう。うらやましいとは思わない。働いてるから俺はゲームを続けられる。もし俺がニートだったら就活がうまくいくまで不安でゲームできないからな。これは真面目にうらやましくない。同じものを体験してもどう感じ取れるか。趣味の違いなどでなく機械的なセンサー制度という面で何事も健康さと健全さに相関があるから。生活保護をもらえるような性能の脳と体力ではゲームに限らず何を見ても聞いても食べても触れ合っても大幅に欠落があるのは間違いないわけで、この世で羨ましくないことの中でも特筆かな。これだな。これ以上言うことはないし、これで理解できないならそれはそれで。社畜の皆さん今日もお疲れ様です。頑張って俺の生活費とゲーム代稼いできてくれや。永遠に終わらない夏休み最後の日を楽しめ。人権派弁護士にコネあると簡単に生活保護受給できるから年金払うのバカらしくなる。タンス貯金して時期が来たら生活保護受給するのが正解で外国に逃げる。あまり知られてないけど外国にいても日本の生活保護を受給できる方法がある。羨ましく思ってくれくれか。なんか哀れだよな。ゲーム趣味にするのは構わんけど散歩なりで歩くようにしとけよ。足腰なまった状態で体壊すと全く動けなくなるぞ。お年寄りが必死こいて歩いてるのにはそれなりの理由がある。俺は生涯基礎年金2級を受給しながらゲーム買ってるぞ。金額は少ないがナマコと違って金の使い道に制限ないから楽。まあ7割くらい母ちゃんに取られるんだけどな。15日になったらローソンでカタログチケット買ってアストラルチェーンとか引き換える予定だわ。楽しみ。時間気にせずゲームできるっていう点だけは羨ましいけど、将来のこととか交友関係とか考えるとかわいそうでしかないかな。生活保護もらうと社会に再浮上できないだろうな。未婚、子なしの孤独丸確定ルートだからかわいそう。それは真面目に働いてる人もそうでしょ。ドキュン、無職でも顔がいいと紐になれる。生活保護じゃゲームくらいしか娯楽ができないだけだろ。羨ましがる生活してくれよ。将来受給者増えるから打ち切り増えるだろうね。楽でいいんだろうが、ただ消費だけしてるだけだと虚しくならないか。まあそんなこと考える能力ないからナマポなんだろうが。ナマポ芸人でもわかるように日本は簡単に金を支給しすぎ。何事もほどほどって言うからな。四六時中ゲームやってたらすぐに飽きるぞ。支給すべき人間には突っ張れるのにな。生活保護は社会を支えるための最重要制度の一つというのに。底辺は保護しないと上級への敵意となって帰ってくるんやぞ。ガチでこれからの人生心配ならない？まあ心配する頭持ってるやつがゲームなんかやってないか。自分の人生だしせいぜい楽しめばいいと思うよ。むしろかわいそうだわ。つまらない人生送ってんだな。オラもっと働けよ社畜。俺様に貢げボケ。ゲームは金持ち向けだぞ。どっちがボケなんだか。誰からも必要とされてない奴がゲームはともかく、ネットは取り上げた方がいいんじゃね。こんなに必死で煽ってるのにまだ50も書き込みないスレしか立てられない無能っぷりがある意味うらやま。ナマコ人生とかゲームしててもつまらんだろうな。人生ゲームとかどうだ。ポテチなんかも一人で食べるよりみんなで食べる方が美味しいと思った。本当にたくさんいるんだろうなこういうやつ。正直うらやましいし真の勝ち組だと思う。解消なしが人生勝ち組だとか。
生活保護でライブ行ったりイベント行くって言うと炎上するけど生活保護もらってたって誤略はするわな。他人の血税で飲む酒はうまい。生活保護もらいながら日給1万の日雇い労働したら結構いい暮らしできるんじゃね。永遠にゲームの世界に引きこもって外に出ないでほしい。まさにそれ。ネットで人と会話なんて贅沢すぎるわ。ほんとなら大変そうだな。もしかしたら軽度かもしれないけど、引きこもらずに適度に外出るんだぞ。ブクブク太ってるし、贅肉な生活だろ。真面目人間や安定した職の人間が結婚できるとは限らん。真面目は恋愛には不利だし、公務員で独身なんてゴロゴロいるから、結局顔の方が大事だろう。真面目な公務員は婚活市場で低くてあまただぞ。本人の求める理想が高すぎるとかよほど見た目や性格に相当難があるとかでない限りまず売れ残らない。性格もやし。シットレスすごいな。ナマポは家の畜産の国産牛を買え。ここにいる貧困層は絶対安い外国牛を買うんだからお国のためにナマポは国産牛買え。ナマポ叩きは絶対消費しないケチなんだから。ナマポ持ちはそのままおとなしくしておけば別にええんよ。誰かこいつの家と釣ってくれんか。社畜のシットシャワー金持ちいい。社畜。出口を用意しないからダメ人間がゲームにこもる。ダメ人間がさらに悪化して、作り手にすら罪悪感を与える。結果、悪循環に陥る。俺は出口らしきものも一応作ったぞ。生活保護でゲームやるな。テレビネットはダメ、ラジオはいいが。今はいいかもだけど将来は大丈夫なんかな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートで趣味につき3万使うのってやばい。ちなアニメとか生産性のないのじゃない。アニメの方がニートより上やで。PC でゲームしてそう。ニートもアニメも同じようなもんやな。とある習い事月6000円。交通費月2万円。収入源あるならええやろ。ゼミがあるんなら好きに使えばええやろ。スキルが身につくならええやん。はいはい、やばいやばい、これでええのクソガキ。金はどうしてるの。必要な時に親にもらってる。ちな合気道や。ふぬけメンヘラ改善するらしいからメンヘラ治るなら多少金かかってもやりたい。でもイッチはふぬけのニートのままなんだよね。その金はどこから？親からメンヘラ改善してきたら月3万くらいはバイトするけどな。将来を見据えているなら OK。 収入ないのにどうして使える金あるんや。交通費が高すぎだろ。うちから1時間のところにしか教室がないんや。習い事としてはむしろめっちゃ安い方なんやが。合気道か。なんや？ニートの時点でヤバい定期。週何回や？2回。ギャンブルは投資だからセーフよな。どんだけ遠いとこまで通ってんのや。クソクソクソ田舎だからしょうがないね。なんで3万収入あるんだよ。親から、って、合気道は月3万出す価値ある？不良くらいなら撃退できるようになったか？そもそも近寄ってこない。正直もったいないと思います。どういう理由で？合気道は勝ちないで。ワイはカードゲームやってるが。合気道もやったんか？やったことないで。ニートの時点でヤバいからセーフ。空手でええやろ。かわいい先生なの？ムキムキの男に決まっとるやろ。無職の方がヤバいぞ。誰かに勝ちないって言われたら辞めるの？働けば全て解決するやん。ニートが一番生産性ないぞ。働けないから働く強さを得るために合気道習うんやで。お金の出所と使い道次第やろ。なんでニートが生産性とか語ってるんや。アニメに金使うってなんやねん。ワイもニートやけど競馬やっとる。金がヤバいわ。月なんぼ負けとる？ワイはそんなかけないから2万から5万くらいやな。あー聞いといてあれやが、やっぱ負けるもんなんやな。ワイ貧乏大学生やけど借金してでも月10万前後は趣味に費やすんごよ。なんで合気道やねん。親の介護すんのにそっち習いに行けや。ランニングでメンタル強化でええやん。合気道みたいな約束組手しかない武道でふぬけは治らんやろ。フルコンやっとけよ。ニートが合気道は草。体動かすのはええことや続けろ。合気道って意味ないだろ。もっと実践的な柔道とか空手とかあるだろ。柔道と空手やったことないけど合気道は普段の良くない生活習慣から改善できるんやで。一番良くない無職ゴミ状態を改善できないのに何が生活習慣にいいだよ。まだ始めたばっかりやし。気力がないのに合気も何もないだろ。どこでメンヘラにいいって聞いたんや。うつ抜けっていう漫画とあと一つどっかで見かけた。理由はなんや、街歩いててもこんな奴らは違和関節極めれるでって思えば余裕持てるとか。合気の習い事行けるならその後の時間に適当なバイトでも入れればええやん。なるほど。交通費ももしかしたら出るかもしれんな。バイトで稼いだ金とかならええやろ。なんで働かんの？気力がないから。なんで気力がないの？毎日プリちゃん行く方がええで。自分に投資しとるんならええで。3万ってことは5万はもらってるな。こういうやつは大体サバ読んでるゴミが丸字だから。家引きこもってるくせに誤信する意味あんの？危険を避けるのが最強の誤信って渋川豪樹も言ってたからな。誤信を極めてる。ニートやけど趣味に使いすぎて、今月暮れ25万。
いくら使うとかではなくニートがヤバい。合気道とか生産性なくて草。合気道の理念見てるとカルトっぽいな。大丈夫なんか？騙されとらんか？カルトっぽいところもあるで。でも Y 本物のカルトも知っとるけど、カルトの連中は目が丸んどるし、みんな見るからに不健康そうな体型しとるから、武道やっとる人たちとは違うで。ニートが生産性に言及してるのが面白い。 Y 送迎付きの派遣やっとるけど、寝坊に対するプレッシャーで勝手に起きるで。逃げられないから君みたいな人におすすめ。頭悪いと思うよ、正直。大体数多くある実践的な趣味で合気道とかバカなのか。バキの読みすぎだろ。朝はね、気力で起きるものじゃないの、習慣で起きるの。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。